レギュラスレギュラスは、米坊都社によって開発されたアメリカ海軍の艦、対地巡航ミサイル。アメリカ海軍最初の艦対地ミサイルである、RGM-6 レギュラスと、その後継として開発されていた、RGM-15 レギュラス2の2種類がある。レギュラスとは、獅子座のアルファー製であるレグルスの英語読み。RGM-6 レギュラスは坊都社によって、開発された。 アメリカ海軍最初の艦隊地ミサイルである。第二次世界大戦後、アメリカ軍はナチスドイツの V1 飛行爆弾のコピーから、その艦隊地型を開発した。しかし、初戦は V-1 のコピーでしかなく、能力的に不十分だということで、1946年、アメリカ海軍はボート車に新型の長距離艦隊地巡航ミサイルの開発契約を与えた。 それが RGM-6 である。レギュラスは1951年5月に初飛行し、1952年11月には水上艦から、1953年7月には潜水艦タニーからの発射に成功し、1954年には実戦配備された。1957年には14隻の水上艦と2隻の潜水艦に装備されていたが、 1960年には、水上艦からは姿を消し、逆に、レギュラスを装備する潜水艦は5隻に増えていた。しかし、ポラリス潜水艦発射弾道ミサイルの完成によって、レギュラスは完全に時代遅れになり、1964年には完全に退役した。全タイプ合わせて、およそ500機ほどが生産された。レギュラスは発射の際に2機の固体燃料。 ロケットブースターを使った後、アリソン J33 ターボジェットエンジンによって飛行する巡航ミサイルである。誘導方式はラジオ指令誘導。また、戦略兵器として開発されたため、弾頭は各弾頭のみである。欠点として発射の際に潜水艦が浮上しなければならないこと、ラジオ指令誘導は電波妨害を受けやすいこと、ミサイル自体の飛翔速度が低速なため、 撃墜されやすいことなどがある。レギュラス2レギュラスに代わる艦対地巡航ミサイルとして、1953年にアメリカ海軍がボート車に開発契約を与えた。1956年に初飛行に成功している。このミサイルは、レギュラスアイと比べ最大速度、射程距離、電波妨害に対する耐性など、あらゆる面で優れていたが、高コストだったことに加え、 やはりポラリスミサイルの完成によって時代遅れとなったことから1958年にキャンセルされた。以下は運用官、ありがとうございます。